はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、その他注目アルトコイン、今日も5銘柄そしてドル円の状況を見ていきたいと思います。今日が2024年の9月の10日火曜日、今が15時54分を回ったところです。え今日の仮想通貨市場、ビットコインは今56,800ドル。一時58,000ドルに到達する大規模な急騰を見せたわけですけれども、そこから若干反落ということで、まずは今日の動画では、昨日の夜一体何が起こったのか、そしてアメリカ時間の今日、超重要なイベントが控えています。今日明日の動き次第で、 で、皆さんとと一緒に楽しく見ていいいきたいと思いますでこれから仮想通貨始めたいという方に関しては僕も実際に使っているおすすめの取引所以下の概要欄にいくつか載せております現物から始められる方はバイビット、ビットゲットこの2つが一番おすすめですのでぜひチェックをしていただければと思いますそれでは今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います1点だけお知らせで今バイビットでサブアカウントジャックポット祭りというのが開催されていますこれサブアカウントを作ってサブアカウントの取引で戦っていく損益率の トトレードバトルみたいいなな形になっていますシルバー、ゴールド、プレミアムっていう3つのレベルがありまして、それぞれ最低保有資産、500ドル、2000ドル、1万ドル。皆さんの持っている保有資産によって、こう、レベルが分かれてくると。もちろん、たくさん資産を持っているこのプレミアムレベルで大会に参加した方が、報酬は多く出ますよという風な分類分けになっているんですよね。で、それぞれのレベルで、合計取引高が多くなればなるほど、賞金プールの額は上がっていくという風な仕組みになっています。で、3つのレベルに対して、それぞれ1枚、上限3枚までのリセットカードっていうのがもらえます。例えば含 依存でもう大会終わったっていう風になってもこのリセットカードを使えば損益率ゼロまで戻すことができるというカードなんですよねえ大会の期間は9月の14日19時まで流れとしては統合取引アカウントのサブアカウントを作成してメインからサブに資金を動かしますそしてそのサブアカウントの資産額によってシルバーゴールドプラチナムのどこかのレベルに振り分けられますでデリバティブの取引額が3万ドル相当を超えると得点の獲得対象となったりしますもし読むのある方は以下の概要欄から新規登録いただくと今 1000USDT 相当のポジションがドロップ さりますの日の仮ン通貨市場ですが、ビットコインが816万ということで4.2%上がりましたイーサーに関しては33万6000ということで2.4%の上昇やはりどちらかというとビットコインの方が反発力強かった印象ですよね、まあ、これにつられてアルトコイン市場も軒並み上昇しています、特に今日強かったのはトンコインですね、一時結構売られていましたがある主要なレベルを回復していますので、ここからはそごたく動く可能性が出てくると。そその他にもも今後強く動きそうなアルトコインもありますのでテクニカル 分析でしっかり今日は見ていいいきたいと思いますでその前に株式市場の動向から今日も見ていきたいと思うんですがえ今日の日経平均はほぼ動きなしですね0.16%の下落3万6159円で終えておりますちなみに昨日のアメリカの株式市場は主要産指数軒並み大きな反発となったんですよね、まあ、前週結構売られていたっていうところもあって安値ヒロインの買いが広がったということが言われていますが日本においてはその流れが引き継げなかったとやはり明日発表されるアメリカの CPI を前に上値が重たい展開になっているんじゃないかということが言われています はい明日の水曜日21時半からは8月の CPI 消費者物価指数が発表されるということでここでもしインフレが鈍化していないとかなると市場としてはリスクオフに傾く可能性が十分に考えられるわけですよね、まあ、予想通りになるとそこまで大きな値動きは明日に関してはないんじゃないかなと思うんですが、まあ、来週の FOMC 前の非常に重要なイベントということでえぜひこの結果注目していただければなというふうに思いますはいじゃあここから仮想通貨関連のニュースを見ていきたいと思うんですがまあ、これ仮想通貨関連というかロイターの記事なんですけど今日重要イベントがアメリカで開催 アメリカのハリスさんとトランプさんのテレビ討論会なんですよね一応日本時間では明日の午前10時の予定となっていますので9月の11日ですよね、まあ、前回バイデンさんとトランプさんのテレビ討論会ありましたけれどもここでバイデンさんがね出現を繰り返してまあトランプさんをコデンパンにやっつけてえそれによって仮想通貨市場も結構盛り上がったっていうところはあったと思うんですよね、まあ、ハリスさんに関してはこの政治家として公の場でこう生で討論会だったりとか質問をされるっていう機会が実はこれまでないそうなんですよ そういった面ではトランプさんの方が優勢なのかなと思ったりするんですがなんといってもハリスさんは元カリフォルニア州の司法長官なんですよねこれまで法廷で何度もいろんな方とバトルを繰り返してきた、まあ、そういった経験はたくさんあるのでそこにトランプさんが勝つことができるかどうかっていうところで非常に注目が高まっています、まあ、いろんな議題といろんな見方はあるのでこれをちょっとね一つ一つ説明すると長くなってしまうんですがやっぱり僕たちが気にしているのはこの両者の間で仮想通貨 Web3 ブロックチェーンそういった技術に対して会話がされるのかどうなのか というところが非常に注目なわけですよね一応ハリスさんはこのテレビ討論会を前に新しい最新の公約を発表したんですがその公約の中に仮想通貨はなかったそうなんですよね、まあ、この状況から考えてやっぱり現政権が仮想通貨クリプト潰しをずっとやってきている政策を行っている中で自分だけやっぱり仮想通貨を擁護するような政策は打ち出せなかったっていうことだと思うんですよねつまり公に仮想通貨ユーザーの票を取ってくるようなそういったプロモーションはしていかないんじゃないかっていうふうに考えられます、まあ、一方で サポートすするるっていうう項目はあるよよなんですよね半導体やクリーンエネルギー AI その他の最先端技術においてアメリカがリーダーでいられるように引き続き取り組むという風な説明はしていますので、まあ、そこから派生してクリプトの分野にまでこう言及してくるかどうかおそらく自分が大統領になるまではなかなかですねそういった方向性を見いだすことはできないんじゃないかなっていう風に思いますよねなのでぜひ今回のテレビ討論会でトランプさんにそこを切り込んでほしいところですよね昨日世界一ビットコインを持っている企業マイクロストラテジーのマイケル・セイラーさんは 暗号資産に対して共和党は進歩的であって民主党は中道に移行しているといいう,うな見解を述べています、まあ、共和党は党はとしても暗号資産業界を盛り上げていくということを公式に発表していたりします一方で民主党は中道寄りになってきていると、まあ、そういった仮想通貨の面でいくと民主党よりも共和党の方が圧倒的にリードしていると言わざるを得ないと逆に考えると中道寄りになってきているということはこれまではクリプトに対して厳しい姿勢だったのでちょっとマイルドになってきているという,ふうな考え方もできなくはないかなと思います 仮想通貨の値動き相場に与える影響としてはやはりトランプさんが勝てば上がるハリスさんが勝てば逆風が吹くというふうな考え方が今のところ一般的なんじゃないかなと思っています、はい、そんな中でアメリカの投資企業バーンスタインはトランプさんが勝利すればビットコインは9万ドルに到達する可能性があるというふうな予想をしてきていますまあ共和党は暗号資に対してこう前向きな政策そしてイノベーションを促進し採用拡大するっていうふうなことを言っていたりとかあとビットコインのマイニングもまあガンガンやってアメリカをビットコイン仮想通貨業界の世界の 中心地にするっていう風に意気込んでいるわけですよね。それから、トランプさんが勝利すればドル安政策を進めてくる可能性があります。そうなってくるとやっぱり仮想通貨市場にとっては追い風になってくるんじゃないか？っていうことが期待されているわけですよね。じゃあ、ハリスさんが勝利した場合、どんな予想をしているか、ハリスさんが勝った場合は5万ドルの底を抜けて3万ドルまで暴落、その後は4万ドルまでのこのレンジ相場を試す可能性があるんじゃないか？っていうところを言及してきています。まあこの辺りのヒントを得ていくためにも、やはり明日の討論会、非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。 皆さんはどんな予想をしていますかぜひコメント欄で教えていただければと思いますということで中期的な視点で見るとなかなかこう予想していくのが難しい仮想通貨市場ではあるんですが目先に関してはかなり売られ込んだ後昨日急騰そらく昨日の急騰に関してはこのテレビ討論会を前に、まあ、トランプさんが優勢なんじゃないかっていうところで買われたんじゃないか、まあ、そんなことが言われていたりしますあとは5万6000ドル付近に重要な抵抗体がありましたそこを突破したことによってショートスクイーズが起きたただし5万8000ドルの売り板は抜けることができず短期的な反落それが 昨日今日今のの動きの真相だっったんんじゃないかっていかててうことが言われてるんですよね一応昨日に関してはビットコインの現物 ETF 市場にも、えー、2870万ドルまあ量は非常に少ないんですが流入してきたということでそれがこちらのデータなんですがここ最近本当に記録的な連敗になっていました、まあ、ずーっと流出が続いていた中で若干戻してきたということで、まあ、これが底打ちの合図として戻っていけるかどうかっていうところは合わせて注目しておかないといけない状況かなと思いますで以前からまあ僕も動画で言っているんですけれども今後仮想通貨市場が盛り上がるかどうかは 新規のユーザーがガンガン入ってくるかどうかにかかっているっていうことをお伝えしているわけですよねでもこれを聞くとビットコインってまあ去年の10月ぐらいからずっと上昇局面ではあるわけですよねいや新規のユーザーがどんどん入っているから今価格がどんどん上がってきたんでしょっていうふうに思われる方多いと思うんですが実はそういうわけでもなさそうなんですよねビットコインの価格上昇10月から上がってきたわけですが仮想通貨の保有者率これはほとんど増えていないということが明らかになっているんですよねこれはアメリカのデータなんですけれどもここです し続けけてきたたわわででですすがが一方で仮想通貨のの保有率え去年の10 17.1% 14%月が 17. 1だったにも関わらず今14なんですよねつまり増えるどころか減ってきているという風な状況なんですよねじゃあ保有者数全然増えてないのになんでこんなに上昇してこれたのかっていうところもちろんいろんな要因があると思うんですがこのドミナンスを見るとやっぱりアルトコインの資金がビットコインに流れてきたえすなわちビットコインのドミナンスがずっと上がってきてるっていうのはそういう影響なんじゃないかっていう風に考えられるわけですよね過去のトレンドを見ていくと っていくっていいくうことは4年間のサイクルで必然的に起こることですその後重要なのは新規ユーザーがどんどん入ってきてビットコインの価格を押し上げるっていうことが1つその後のタイミングでビットコインのドミナンスが下がってくれば次イーサリアムやアルトコインに資金がガンガン流れてきてアルトコイン相場も盛り上がってくるとそれはもう,もう一段先のね話にはなってくるわけですけれどもこのドミナンスがどの辺りでねこう反転してくるかっていう部分も今後の相場を見ていく上では非常に重要になってくるんじゃないかなと思います、はい、最後板の状況も確認していきたいと思うんですがやはりこの5万8000ドル付まで の売り板相当熱いですよね。えー、もっと広くなってきましたね。58600付近まで明確に熱くなっているかなという状況です。一方で、買いた見ていくと、相変わらず買いためちゃくちゃ熱いです。えー、特に55500付近、まあ、それから54500、54000、えー、そして53000ドル付近や52000ドル付近にも熱い板が入っていますので、え、今後はかなり底堅く動いていく可能性が高いんじゃないかなというふうに思っています。こういった外部環境を踏まえて、今日の相場分析入っていきたいと思います。じゃ、まずはビットコインの日出から見ていきたいと思います。今のビットコインが56910。 7ドルということで昨日の上昇強かったですよね一時5万8000ドルを試しましたがそこから反落えただその後もまた下を試した後反発してきてるんですよね今回の上昇によって4時間足の移動平均線 20m50m a a は超えていきましたでこの下のところですよね5万6000ドル、まあ、さっきこのポイントでショートスクイーズが起きたんじゃないかということをお伝えしたと思うんですがここは抵抗ラインとして非常に機能していましたはいでここを抜けたところから大きな上昇を迎えたということなのでおそらくショートスクイーズはここで起きたんじゃないかということですよねその後また5万 6000ドル付近まで落ちてきて今若干反発と一応ここでのサポレージ転換が決まっているっていうこととあとはやっぱりこの下落前水準ですよねその高値を超えているということなので今後は結構底堅く動いてくる可能性高くなったんじゃないかなと思っていますなので目先に関してまあ5 8000で一旦ね抵抗されましたけれども引き続き5 8000ドルに向けて、まあ、このラインを突破できるかどうかっていうところにチャレンジしていく可能性は高くなっているんじゃないかなというふうに思っていますまあただ冷やしではやっぱりこんな感じでこの5 8000から6万ドル付近非常に重たい 抵抗ラインががののししかかってているのと移動平均線がデッドクロスこの状況を前にガンガン上がっていくかというとそういう動きにはなりづらいと思いますなので5万8000まで行ってまた抵抗されてしばらく横ばいで最終的にはブレイクしていくということで、まあ、9月の後半から10月ぐらいにかけてですね底堅い動きを作れればその後チャンスが広がっていくみたいなそういった感じでですね今は捉えておく方がいいんじゃないかなというふうに思っています、えー、イーサーに関しても昨日は若干反発ということで今が2350ドル付近、えー きっちり反発した形にはなりましたが引き続き上値は重たい展開になると思っています。まあ上限値としては2500付近ですよね。一応上に関してはこの辺りが上限で下に関しては2150。まあ、この辺りの狭いレンジの中でしばらくは横ばいの相場を形成するんじゃないかなというふうに思っています。で4時間足レベルで見ていくとまあ移動平均線ずっと拡散でえまあ下落のトレンドを形成していたわけですがちょっとこの辺りからは密集に向けて動き出す可能性が高まってくるわけですよね。まあ今の状況だと短期的にはこうじりじり上がっていって2500付近まで。 まあ、タッチしに行く可能性はあるかなと思うんですがそこで移動平均線をしっかり抜けることができれば底固めをして反転していくというシナリオが徐々に、ねえー、生まれてくるんじゃないかなという,ふうに思っています XRP に関しては今が53セントということで引き続きまあ横ばい相場ですよね、はい、これはもう予想通りの展開ということで引き続きこの移動平均線に近い中で、まあ、横ばいを継続してくる可能性が高いという,ふうに思っていますで市場が注目しているこの超でかい三角持ち合いなんですけれども、えー、このブレイクっていうのはまだ先かなと、まあ、10月から12月にかけての対 タイミングでどこかで抜けてくる可能性が高いんじゃないかなという風に予想しておりますえそれからソラナ今が134ドルということで昨日結構な急騰を見せましたがこのソラナに関してもやはりこの138から141付近のこの抵抗ラインですよねこの辺りが非常に重くのしかかってくると思います上には日差しの移動平均線レッドクロスも控えておりますのでなかなかこれを一気にぶち抜くっていうのは考えにくいかなと思っていますまあ、ビットコインが58,000ドルをぶち抜けば同じようにぶち抜いてくるとは思うんですがテクニカルだけ見るとまずはこの140付近に到達し しててて若干売られて、えー、揉み合って最終的に抜けていくっていう風な可能性の方が高いんじゃないかなと思います、まあ、いずれにしてもやっぱり短期的な調整は今後チャンスになってくるんじゃないかなと特にデイトレ的には下がった相場からロングに入っていくえそれがですね結構有効な戦略として機能してくるんじゃないかなというふうに思っています、はい、それからアーベ、昨日の反発またすごかったですね今が137度ということで昨日一時142ドルを試しましたが若干調整、まあ、ただアーベに関しては以前から言っている通りやっぱりこの140ドルは最終的に抜けていく可能性が高いんじゃないかなと思っていますまあの移動 平均線の密集からゴールデンクロスしている状況ですのでまあこの移動平均線にも支えられているということとやっぱりこの出来高ですよねこの出来高がこれほど増加しているというのは他のアルトコインの中でも結構珍しい存在なんじゃないかなと思いますこの142付近は以前の高値として意識されているわけですがこれを抜ければ結構上がですね開けてきますまあ次が160付近に抵抗ラインがあると思うんですがそれを抜ければ200ドル付近週足で見ていただいてもお金の通り2022年に入った冬の相場えそれをですね本格的に突破していくっていうふうに 意識されているののがこの130 140から140付近なんですよね今まさにもう突破しようとしていると下からは週足の移動平均線の密集ゴールデンクロスが形成されている段階ですので、まあ、このアーベに関してはもうほぼ長期的な目線でもトレンド転換しつつあるというふうに言っていい状況なんじゃないかなというふうに思っていますそれからトンコイン今が5.2ドルということでこの意識されてきた5ドルの抵抗ライン、まあ、サポートラインですねこれは一旦ぶち抜くことに成功しましたこれは結構大きなことなんじゃないかなと思います基本的には、ね、ここ売り圧が高 はまるかなと思っていたんですが、まあ、昨日の大きな上昇によってトンコインも抜けてくることができましたなので今後に関してはこの5ドルがサポートラインとして機能して、まあ、底温めをしていくという段階に入っていくんじゃないかなと思うんですよね今一応東の移動平均線に関してはデッドクロスしてもう完全に上値が重たいという状況になっているわけなんですけれども目先に関してはこの5ドル付近でね底温めをしながら次の反発を伺うような展開になるんじゃないかなというふうに思っていますえそれから水,水に関しても移動平均線、西をブレイクしているということで今日は若干反落今が93セントなんですが えこれもアーベと同じく、やっぱり出来高が上がっているというポイントが非常にいいですよね、今のところ1ドル付近で思いっきり抵抗されているという状況が続いているわけですが、移動平均線を密集して、下からゴールデンクロスを形成しながら、価格を支えにくると思いますので、今回のタイミングでいよいよこの1ドル付近をブレイクしていくという可能性も高まってきたんじゃないかなというふうに思っています、それからアーベ、今が23ドルということで、まあ、大きく売られたわけですが、そろそろ反転していく可能性が出てきたんじゃないかなと思っています。特にアーベに関しては今24ドル付近のこの 水平線ですね、これが結構重要ラインとして意識されているわけなんですが4時間足レベルで見るとこんな感じで移動平均線の密集状況なんですよね本当にデイトリ的な話にはなりますが短期的に調整されたとしても22ドル付近でこの移動平均線たちに支えられてそこから反発この24ドルを抜けたところからはショートスクイーズも合わせて次の直近高値の抵抗ライン、まあ、27ドル28ドル付近まで上昇していくっていう可能性が結構高まったようなそんな状況なんじゃないかなというふうに個人的には思っています、はい、最後ドル円とということで今143 3.4円付近で動いていますまあ、これも予想通りの展開というか142円のところでしっかりサポートされて一旦反発という感じになってきましたよねで目先に関してはこの144円付近が一応重要な抵抗ラインとして機能してくると思うんですがそれをブレイクすれば146まで一気に続進する可能性が出てきますまあ、ただ目先に関してはもちろんね、えー、明日の CPI とかでも大きく揺さぶられてくるとは思うんですがまあ、しばらくはこの辺りの価格帯でそこまで大きな値動きっていうのは生まれないんじゃないかなというふうに思っていますまあ、上がったとしてもやっぱりこの 145円146円付近が限界かなということでしばらくはこの辺のレンジの中で、えーまあ、レンジ相場を形成するような感じになってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、下からロング、えー、上からショートその戦略が一番、ね、有効になってくるんじゃないかなという,ふうに思っていますということで今日は7通貨そしてドレ円の状況を見てきました、まあ、このテレビ討論会を前に仮想通貨市場は若干期待上げの状況になっているわけですがもしテレビ討論会で仮想通貨の話題に全く触れなかった場合もしかしたら自立売りで売られる可能性というのは考えておかないといけないと、えー、いずれにしても明日の朝の10時です それから夜に関しては CPI が発表されますそのあたり大きな値動きになる可能性ありますのでしっかり注意をしていただければと思います、まあ、今後も大きな値動きが予想されるわけですがバンテージトレーディングでは今新規登録1万5000そして初回入金120%ボーナスのキャンペーンをやっております仮想通貨のスプレッドでいくと世界最強ですこの大きなボーナスを使ってハイデバでポジションを持っておくともしかしたら大きな利益を得られるチャンスになるかもしれないと講座解説も操作も超簡単なのでもし興味のある方は概要欄からチェックしていただければと思いますということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました